まあ、実際もう誘致合戦も始まっていると言っていいでしょう。カジノ本格歳入の動きが来月から本当に始まります。そこでまあいろんな議論してきたんですが、まあ、いくつかご紹介をしたいと思います。まずですね、鳥畑さんはまあ日本にカジノいらないという反対の立場をはっきりおっしゃった上でですね、例えばまあ国際観光業として外から来るのかとまあ思いきや、実際は例えば大阪なんかでも2割ぐらいで8割は日本人というふうにまあ試算されていると、まあ、その日本人多くは貯蓄から払うんであろう、つまり本来違う日本のサービスにお金が落ちるところをカジノに行ってしまう、これでいいんだろうかという問いかけをされました。そして牧原さんはですね、政府の立場から実際いろんな対策打ってるのかということに対して、これまでですねパチンコなど、まあ、先ほども日本は事業者から見たらカジノギャンブル大国ではないかというふうに見えてるんじゃないかとしましたが、これまで、まあ、こういう規制がなかったことがまあ問題であるということをおっしゃった上で、まあ、それが十分かどうかいろんな議論が皆さんもありましたが、まあ、依存症など対策がこれまでなかったことを初めてやったんだということをおっしゃいました。とはやっぱり依存症っていうのはあれだけの二十何兆円日本が使っているのを見ると心配だと思うんですが、そこの懸念はやっぱりまだみんな払拭されてないと思うんです。そこはどういうふうに思いますか？私も実はどちらかというと今の立場はギャンブル依存症をしっかりやるべきだっていうところで入ってますし、それからまあ弁護士としてこれまで再犯防止なんかで依存症他の薬物なんかもやってまいりました。やはり依存症っていうのは非常に恐ろしいことなので、このカジノで規制をしたことをきっかけにやっぱりギャンブル全体として規制をやらなきゃいけないということで、今かなり今度実は第1回目の推進基本計画を決める予定なんですけども、その中でも相当規制を厳しくしていきます。それからIR の方がさっき申し上げたように 15% 国に納める、それから入場料6000円のうちの3000円は国に納めます、で地域もそうです。こうしたお金をやはり依存症対策に初めて公的資金として得ますので、しっかり当ててギャンブル依存症対策IR だけじゃなくて全体として、私は対策を打っていきたい、はい、このことを一番強くやっていきたいなと思ってます。トレスさんいかがでしょう？巨大な IR 結局カジノの儲け頼みなんですね、で先ほどのハードロックカフェのような本当にすごいものを作ると、ああいうものを作れば作るほどカジノで儲けないといけない、でそうすると今言われたような規制が本当に実現できるのかと。でもう一度私はこういうカジノに頼った日本の観光づくり国づくりというものをやっぱ考え直す必要があるんじゃないか、でちょうど明日の日本の国際観光業を考えるところで、やっぱ日本は自然文化気候食という観光振興に必要な4つの条件兼ね備えた世界でも数少ない国の一つであると、でそのおかげで IR を作ったシンガポールよりもずっと日本の観光客が増えている実績があるわけですよね。で本当に日本の文化自然我々は信頼をして自信を持って国づくりをやるべきだと思います、はい、皆さんはどんなふうに思われたでしょうか？